西口さつきの駅は、新潟県新潟市秋白さつきの一丁目にある、東日本旅客鉄道新越本線の駅である。駅の設置にあたっては、新津式高見地区で整備が進められていた、宅地整備の一環で、西岸駅として整備されることとなり、駅名は一般公募により、さつきのに決定した。その後、西口側の地名は、北上から住居表示の実施により、 さつきの町に変更された。その後も周辺では土地区画整理が進捗し、2003年にさつきの町などがさつきのとなり、さらに2014年10月14日には4丁目の住居表示が実施され、町域は南側の国道4 6 5号付近にまで拡大している。相対式ホームに面2線を有する地上駅で、京上駅舎を有する。 JR 新潟ビジネスが住宅する業務委託駅で新潟駅が管理する。駅の所在地は軟弱地盤のため地盤補強と後期短縮を目的にプラットホーム地下部の一部には発泡スチロールが埋設されている。2階コンコースには自動改札機、友人改札口、屋内待合室、 自動券売機などが設置されており、化粧室は一番線のホーム上に設置されている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は800人で、ある。2004年度以降の推移は、以下の通りである。東口側は1970年代から、一方の西口側は1980年代、後半から、住宅地として開発が進捗した。 新興住宅地に面する西口側には駅前広場が整備されロータリーが設けられている。2019年6月現在では西口側から新潟市南区で運行している区バス、レインボーバスが発着する。バス停は西口のロータリー付近に設置されている。と休日と年末年始は全便運休となる。運行情報は南区の公共交通情報を参照。 ありがとうございます。